沖縄手帳発行人の時間第295回。この番組は沖縄手帳を発行する前城徳七さんが沖縄手帳をめくりながらウチナーのことをもっと知りたい皆さんに沖縄の今日の出来事、沖縄の再発見、沖縄の再時期について語ります。はい、グスーヨーチューガナビラ沖縄手帳発行人の前城です。いよいよ9月も最後になってきましてですね、はい、実は後でいい時間かな、沖縄手帳の新年度版が、一応10月1日発売開始なんです。はい、もう出来上がったんですか。はい、でおめでとうございます。ありがとうございます。私はですね、今日午後から印刷会社に行って、はい、まだ受け取ってないんで、はい、幾分かサンプルといいますか、数冊をいただいてくるという予定です。来週には皆さんにもお見せできると思いますので、楽しみにお待ちください。楽しみですね。2022ですね。はい、早い。早いですね。もうこの番組やって何年なのかなと思いますね。はい、2022年の沖縄手帳がなんと出来上がったということで、おめでとうございます。はい、はい、じゃあ今日もね、手帳に載っている沖縄関連のことを深く掘り下げていく番組をお送りしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。 FM ギノワン、 FM コザ、 FM那覇をお聞きの皆さん、よろしくお願いします。聞き手は FM ギノワン、田辺由紀です。さて、番組を通して魔順沖縄の時間を取り戻しませんか。面白いコーナーをご用意しています。ティーチ今日の暦、ターチ前回の振り返り、今日も続きなので、先週から琉球王国から琉球藩になる時の話をしていきたいと思います。そしてメインコーナー、沖縄の人に忘れてほしくない過去の出来事について詳しく掘り下げる沖縄の今日の出来事があります。ぜひ56分までお付き合いください。手帳発行人の時間では、皆様からのメッセージや質問、リクエストを募集しています。ぜひご参加ください。メールアドレスは沖縄手帳@gmail.com、 okinawatechou@gmail.com です。または YouTube ライブとツイキャスで映像と音声も配信しております。ホームページから見られますので、そちらもお楽しみください。そして同時放送もお送りしております。スマホやパソコンから聞くことができます。無料アプリリスンラジオ、またはマイチューナーで聞くことができます。全国のラジオ局から FM ギノワンを選んで聞いてください。完全に同じものをお楽しみいただけます。それでは沖縄手帳発行人の時間スタートです。この番組は三印刷の提供でお送りします。まずは今日の小読み、沖縄手帳からうんぬきやびら。今日は9月28日火曜日です。土のとう、旧暦は8月22日です。大安、今日は孔子祭り、孔子祭の日です。そして1959年の今日、琉球セメント設立。2015年の今日、台風21号、瞬間風速 81.1メートル、与那国島の記録。317個の損壊の大被害がありました。週初めの日の出、日の入り時刻は日の出6時20分、日の入り6時21分です。沖縄は全国に比べて日がまだ長いですね。うん、ですね。はい、再放送をお聞きの方は10月3日日曜日です。今日は孔子祭、
格子のお祭りですか。はい、そうですね。沖縄で格子祭やってるのはクリンダ、昔の久米村のご子孫の方々なんですね。久米創生会という社会一般社団法人かなを作って、そこでお祭りをしてます。今年どうなってるのかなと思って久米創生会のホームページ見たんですけど、告知がなかったんですよね。ちょっと今日やってるかやってないかちょっと確認はしてないんですけど、多分縮小してやってるんじゃないかなと思います。久米の孔子廟には行ったことあるんですけど、はい、そこでやるんですか。はい、はい、はい。実は今年この孔子廟をめぐっては非常に大きな事件が持ち上がったんですよね。というのは、もともとの孔子廟、孔子を祀る廟はですね、58号線沿いにあったんですよ。でそれが戦争で破壊されて、元あったところに、軍用1号線、今の58号線が通りましてですね、跡形もなくなったわけですね。はい、だからその後に那覇商工会議所の手前にですね、孔子の銅像が今立ってるんですよ。もともとはそこにあったわけですね。はい、で戦争で破壊されまして、戦後再建したのは浪江の上の隣、はいはい、向こうにも孔子廟があったわけですね。はい、そこでやったんです。でもどうしても国田の人たちは元の久米村に戻りたいというのがあって、再三要請をしていて、久米にあった那覇の郵便局が立ち退きになった時に、昔の久米村の跡の中に大きな敷地が空いたわけですね。でしかもこれは、那覇市が持っているということで、そこをお願いして、そこに孔子廟を復元したわけです。これが、10年ぐらい前かなと思うんですけど、2013年ですね、に元の久米村の中に戻ったわけです。ところがそれをめぐって今年、那覇市がその土地をですね無償で貸してるっていうのは、これは政経分離を謳った憲法に違反するんじゃないかと。那覇市は今まで無料にしていた借地料を取るべきだという裁判が起こりまして、最高裁まで争われまして、今年の2月かな頃に最高裁の判決が落ちたんですよ。で結論から言うと、那覇市が無償で土地を提供しているのはこれは憲法に違反すると、政経分離を定めたものに違反するということなんですね。で那覇のホームページを見ると、まあ、そういうことになったんで、那覇市の主張は受け入れなかったけど、憲法違反にならないような処置を久米創生会と話し合いしていきたい、いたしくお願いさびらというような形でホームページに載ってたんですね。だからとても今年は久米創生会、この久米村にとっては大きな事件があった年なんですよ。ということはお金払って払わなきゃいけない、払うってこと、払わなきゃいけない。ただこれが孔子廟の祭りが宗教合意かどうかっていうことについてはいろんな議論があるわけですね。で我々から見ていても、あれは門中の祭りじゃないかと思われるのがあるわけですね。久米創生会という国民の人たちの集まる法人があって、そこが中心に久米村の祭りをやっておるわけですけど、構成はですね、昔の久米村の門衆の集まりなんですよ。でそれが宗教色があるかというと、果たしてあるんかなと。で儒教が宗教と言えるかどうかというところで議論が出たんですよね。でもそれについて最高裁は触れていませんで、孔子を神様として、祀る儀式があるから、これは宗教儀式だということになっていまして、これは全国的にもニュースになって、賛成反対の意見が両方とも出ていましたね。孔子は神様なんですか。孔子を神様と祀る儀式が中にあると。もともとの孔子廟は中国から渡ってきて、クリンダの人たちがそれ引き継いで、戦争でほとんどなくなって、横浜あたりの日本内住された孔子祭りを持ってきたらしいんですよ。でそれが戦後になって、今度は台湾の方と親しくなって、台湾の孔子廟の方の祭りに影響されてみたいですね。でその中に宗教的な部分もあるということなんですけど、これが門中の行事なのか、伝統文化として見ていいのか、
祖先崇拝の一種なのかということについていろんな議論があります。まあ、今後どうなるか、まあ、異国文化でも払っていくということで決着するんでしょうけど、まあ、それでも多分クリンダの人はずっとやってきた孔子祭りは絶やさないと思いますので、今後どういう形になっていくかというのは見守っていきたいと思います。今日が何の日でした？その孔子祭りですね。孔子が生まれた日なんですね。ああ、なるほど。でこの日が新暦の9月28日がどうかということについても議論があるんですよけど、これは台湾の方のが新暦の9月28日でやってるというんで台湾の方から来たらしいんです。でその時に向こうでいう道教的な孔子を神様と見るようなセレモニーが中に入っていたということなんでしょうねと思いますけどね。国民の人は孔子を神様と思っている？あまり思ってないと思います、ね、思ってなさそうですよね、はい、文中の祭りだと思っていると思います。じゃあその部分をね省けば問題ないんじゃないかなそう思いますけどね。まあ、今日はそういう日だそうです、うん、では次のコメントを紹介します。メールが来ています。ありがとうございます。かなえさんからです、これはおはようございます。先週琉球処分の話を聞きながら怒りと困惑の短いメールを思わず送ってしまいました。ああそういう意味か、外交のつもりで言ったら全然違ってたっていうことだったんですね、うん、騙されたというか、なんでそこまでして琉球にそんな仕打ちをしたんでしょうかないっていうメールが来てました。はいはいはい、そうですよね、うん、これね、はい、で、まあ、ちょっと続きがあります。はい、どうぞ。でそういう理不尽さに怒りながらも、なぜ文化も違う信頼関係もないに等しい大和と琉球が統合したのか、理由が分かった気がしました。本当に不思議だったんですよ、うん、お話を聞いて、なんだ今も全然変わってないじゃんと思いました。こういうやり方は万国共通の権力者の常なんですかね。閣下とラベルを貼った相手には、閣下とラベルを貼った相手には何をしても構わないと。そういえばもうじき瀬長亀次郎さんが亡くなった日ですね。あんな政治家は珍しいですね。沖縄の近代史を知ると民主主義ができていくプロセスがわかる気がします。沖縄手帳発行人の時間は私にとって沖縄だけじゃなく世界を見る目を広げてくれるかけがえのない番組です。うん、それ素晴らしい。今日もお話楽しみにしています。はい、金井さんからでした。いやすごいすごいですね。ありがとうございます。励みになります。本当そうですね、いろいろ同感するとこありましたね。で今日もまた琉球藩の話を続けていきますね。はい、続きなのでね、はい、じゃあその時に詳しく、はい、わかりました。では一旦 CM です。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。ツイキャスカープボーイさんも来てます。前城さん、あゆきさん、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。
来年の手帳できてくる季節ですね。そうなんですね、はい、その通りですね、はいはいはい、なんと今日仕上がりを見るということで、また来週ね持ってきてくださいますね、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では今日のメインのコーナーに参りましょう。1872年9月14日、琉球王国から琉球藩となる、はい、先週の続きです。そうですね、はい、先週の続きでやっていきたいと思います。で、前半でちょっとおさらいをしてですね、後半で、さっき金井さんもありましたけど、最近この琉球諸国の中で、廃藩置県、藩をなくして県を置いて、招待を東京に呼ぶと連行するというかな、その事件の方が大きく捉えられてましたけど、まあ、どうも見ると琉球藩を置いたことにもっと深めて、研究してみようという人が増えているような感じがします、うん、そしてさらにそれを日本史の中ではなくて東南アジア全体の歴史とかですね、西洋史とかの観点から見てみるという人もいるようでして、今日は後半ではですね、非常に珍しいんですけど、イタリア人の歴史家がこの琉球諸国の研究をしてますので、その人の本から面白いなと思うところは紹介していきたいなと思います。さて、前半では先週のレビューになるんですけど、明治維新で本土では徳川将軍が大政奉還をして王政復古の大号令というのが下りまして、天皇というよりも朝廷が直接政治を見るということになって、その翌年に改元をして明治という名前をつけたわけですね。だから翌年の1868年が明治元年というふうに言われているようですね。でその時に世界各国に王政復興があって、天皇が元首になるということを通知していくわけですね。でその翌年、明治2年ですね、1869年に藩籍奉還というのが行われまして、それぞれの将軍だとか大名家が持っていた領地だとか人民というのはもともとは大和朝廷から預かったものなので、それをお返ししますというセレモニーがありました。そして明治4年1867年には廃藩置県が行われまして、全国にあった300を超える藩がそのまま県となったわけですね。何々県になりまして、藩主殿様が、県令県知事に任命されるという形ができました。でそれだと明治政府が目指していた中央集権的な国ができないわけですね。地方分権で地方、まあ、その方が良かったんじゃないかという意味もあったと思うんですけど、地方に権力も分散されているし産業も分散されている、それを東京を中心に持っていこうということで、その後この300余りあった藩がですね、どんどん合併していくんですね。で一番少ない時は48府県まで行きまして、今はそれが47都道府県に戻っていて、中央集権的な日本国というのが出来上がったということになるわけなんです。ところが前回申し上げた通り、本土の方は、大政奉還とか王政復古の大号令とかいうことで昔の世に戻る、大和朝廷に全てお返しをするということができたし、それで、納得というかできたのがあったんでしょうけど、琉球の場合は全く大和朝廷とは関係ありませんし、本土で、将軍が朝廷から位をもらうようなこともなかったわけですし、何のつながりもないし、そこを日本政府がこれを日本の領土だということで吸収していくときの面目というかな、やり方をいろいろ考えたわけですね。そして、本土より1年遅れで、琉球王国を
廃して、琉球藩を置くと、まあ、正式に言うと、当時の正体王に対して正体、藩王とすると、まあ、藩を置くとは言わなくて王様のことを藩王とするという事例を出したということだったんですね。でその時、琉球に対しては鹿児島を通して、東京の方で御一新が行われて、新しく天皇が、君主になられたからそのお祝いに来なさいと、早めに来なさいと、そしてご機嫌伺いをしなさいということが言われたわけですね。で琉球王国はこれまでも徳川将軍が代替わりするたびにお祝いの使者を派遣していたわけです。慶賀使というのを派遣していました。だから感覚的に言えば、まあ、慶賀使だというふうに思ったわけですね。そして、使者をこれまで同様のレベルで、まあ、王子を正使として、そこから三士官クラスの人を副使として、派遣したわけです。これその時にですね、前回ちょっと申し上げなかったんですけど、鹿児島に着いた頃に実は琉球王から差し出す、手紙のですね、書き換えを指示されるんですね。当初の手紙ではですね、琉球国駐在を招待というふうに書くわけですね。正式な国を書くわけです、はいはい、でそれではちょっと困ると、これを琉球国招待と書きてくるということで文章を書き直しを要求されるわけですね。これね、同じようなことが韓国と朝鮮と対馬藩の中でも行われていてですね、はい、対馬藩が中心になって文書を偽造するというのがずっと続いていったというのがあるんですけどね、はい、中での理論を理屈を通すために外から来た文書を内部の人に文句を言われないように書き換えるという作業なんですよ。何やそれ。これ結構あるんですよ、はあ、が起こられたわけです。これはどうもおかしいなと言って東京に行くと、今回、陛下から、まあ、天皇陛下から、まあ、命令を持っていたんですよね。招待を、藩主に任命すると、そして招待を家族公爵に任命するということを言うからと言われて、使節団はびっくりしたわけですね、うん、ご一身のお祝いに行ったつもりが、琉球王は自分の家来だと、だから位を上げてやるということになるわけですね、うん、だって国王に対して藩王にしてやるって、はい、めっちゃよくそんなことを、はい、めちゃくちゃ失礼ですよね、はい、これも藩王というのもとうとう苦労して作ってみたいですね、うん、藩主という言葉があっても藩王というのはないと、うん、しかし、いきなり藩主にすると中国のことも気になるし琉球側の反応もちょっと怖いんで、国王じゃなくて藩にしたから藩王にしようというのは非常に中途半端なことでできたようなんです、うん、でその時には沖縄藩にしたらどうかとか、極論には那覇藩にしたらどうかという議論もあったらしいんですけど、それはちょっと無茶すぎるということで、琉球藩王ということになったわけですね。でこの時の使節団は相当これに逆らって抵抗したわけですね、うん、そんなことは受け入れられないと、お受けできませんと言ったわけですけど、この時の日本政府の方の前も言いましたけど、副島外務卿、いわゆる外務大臣ですね、が嘘ついたわけですね。琉球使節に対してまして、琉球の正体国体は永久に変わらないと、そのままですよということを約束したわけです。で琉球側は後にそれを文書に書いていただければ一度安堵すると、言葉で約束じゃなくてちゃんと文書に書いてくれていくとまで言うわけです、はいはいはい、でそれを文書にするんですよ、はい、ところがこれ後に保護されるわけですね、はい、でさらに、琉球の使節団が王政復興昔に戻るということだから、昔は本来は奄美は琉球王国の領土なんであれも戻してもらいたいというと、うん、やっぱりこの外務卿は、琉球の良きように時に計らうと、あなたたちの希望を備えてあげるみたいなことを言って使節団を喜ばせてるわけですね。で詐欺師ですね。詐欺師ですね。でその上で天皇との会見になったわけですね。でその時に天皇は、
琉球国王招待を藩王となし華族に列するということを言ったわけですね。つまりこれを受けたという形になるわけですね。でこの時に琉球王国はもうなくなる方向に向かって動いてたわけですね。ただ現実的にはそういう命令をいただいてもですね、琉球藩のトップは招待王ですから変わらないわけですね。役所の体制もほとんど変わらないわけです。だから琉球側も変わらないと思ってましたし、また前に外務省から外務大臣から琉球の国体、つまり国の姿ですね、琉球王国の姿は永久に変わらないということをお墨付きをもらっているわけです。だから琉球側の意識としては従来通り新国との作法関係、新興貿易もやっていくと、中国にもちゃんと尽くしていくと。で日本は今まで薩摩藩にやっていたのが 東京に変わったんだろうと。で向こうから、作法されたのはちょっと本題ではないけど、本意ではないけど、地位は、約束するということなんで、まあ、これはもう逆らえなくて逆らわなくてそれに従おうということになったんですね。このくだり見るとね、第二次世界大戦の時 の天皇国体の存続が、日本の幸福の条件だということで、日本国内でガチャガチャやったのを思い出したわけですね。でその時琉球側は琉球王国の国体は約束されたと。東京では第二次世界大戦の時に国体は保持されたんで無条件降伏に応じましょうというような感じの流れとちょっと似てるわけですね。で琉球王国は、二君といいますか、中国と日本に従うという国になっていくわけです。ただ実態は変わらないんで、琉球は堂々と中国との親交関係をやったり使者も送ったりするわけですね。ところがその中で3年ぐらいしてですかな、東京の方から、新国との交易関係は一切やめるようにという指示が来るわけですね。そして、日本の国語を 国滅に明治という言語を使うようにと、で日本の暦を使うようにと、日本の法律に従うようにという命令が下ってくるわけです。これで琉球王国は大パニックになったわけですね。前にも言いましたけど、作法を受けるっていうのは中華皇帝から南寺を琉球国中山王に命ずるということをもらうんですけど、その時の条件は侵攻すると中国に捧げ物を持っていくこと。でも中国の場合それの何十倍ものお返しが来るわけで、経済的にとっても琉球側にメリットが大きいわけですね。それから琉球の種族たちを国士官、いわば東大のようなところに留学を認めるとかですね、あるんですけど、この殺風の条件が侵攻をすることと政策を報ずることなんですよね。政策を報ずるというのは暦をね、言語と暦を中国のものに準ずると、この2つの条件なんですね。ところが、明政府から来たのは中いうことになりますので、これはもう話が全く違うということで、琉球の、お役人たちは相当怒りましてですね、新国に密使、秘密の使者を派遣したり、あるいは東京にいる西洋諸国の大使館に、琉球の実情を訴えに行ったりしたわけですね。でなぜ外国に訴えに行ったかというと、当時の琉球王国はアメリカ、フランス、オランダとそれぞれ修好条約を結んでいるわけですね。でその修好条約には琉球国中山王ということで署名をしてあるわけです。で日にちも、当然といえば当然ですけど、新国の年号を書いて使っているわけですね。だからそれぞれの国に行きまして、我々のような小さな琉球国なんだけど、お宅とはちゃんと条約を結んだと。で我々も条約守るんで、皆さんも守っていただきたいと。ついては琉球王国、今、大和政府のこういう集中の中で存亡の危機にあるんで、ぜひ皆さんからも琉球の地位をね、
守るように協力してもらえないかというようなお願いをしていくわけです。これを頻繁にやっていくわけですね。そうすると、その動きをキャッチした明治政府は非常に怒りましたね。東京にいる琉球藩の事務所があるわけです。そこに琉球藩の三司官、高官が詰めてるわけですね。その高官を琉球に追放すると、国外退去というか東京退去を命ずるということが起きるわけですね。で、沖縄では明治政府に対する反発が士族を中心に広がっていって、中には中国に脱身すると、中国に亡命、救国運動という形で中国に渡っていくという人たちも増えてくると、こういうことになっていくわけですね。で、最後は明治政府側は、琉球のやつらは何度行っても顔面で行くと聞かないんで、これはもう実力でやるほかないということで、警官隊とか軍隊を派遣して、琉球国王を首里城から連れ出して東京に無理やり住まわせて、琉球藩を今度は沖縄県にするというのが行われるわけです。ここで琉球処分は完成すると言われているわけですね。で、沖縄県になれば県知事は全て東京から派遣されていくということで、沖縄側の声は全く無視されてしまうような沖縄県というのが生まれたわけなんです。いや、これ一個の国がじゃあなんか吸収されて消えるのって、そんなやり方でできるもんなんですか？だからこの時に一つ沖縄側の意見が全く無視されて押さえつけられたということが、琉球処分というのは明治政府側が使った言葉なんですけど、沖縄側からの感覚として地元の意見を聞かなくて上から押し付けてくるやり方は琉球処分というふうに見るわけですね。それが復帰の時の各地撤去の本土、当時の日本政府はいろんな約束したんですけど、これ結局嘘だったわけですね。で、辺野古の問題についても期限付きでやるとかいろいろ言ってますけど、どうもこれも嘘だろうということで、第2第3の琉球処分が行われているんじゃないかというような言い方につながっていくわけなんです。で、ちょっとその後でこれがどういうふうな国際問題に広がっていったかというのを後半でちょっと見ていきたいと思いますので、ここで由紀さんが前の石垣島の戸原山大会で歌を歌ってまして、その歌を聞きたいんだけど、今それは難しいんで。あ、歌、ああ、三振も弾けますけどね、今日持ってきてないです。はい、皆さん、戸原山大会の、録画、この今年初めて、オンラインで中継で、無観客でね、中継されたんですけど、それがまだ残ってて、はい、それをご覧になったんですよね。はい、ぜひ見てみてください。2番目に登場しますんで。で、私は気が付かなかったんですけど、何度か見てて分かったのは、ゆきさんが三振をかかっているかなと思ったらそうじゃなくて、脱臼をして腕を三角筋でかかっていったと、三味線は弾けなかったということなんですね。はい、でもそれがまたね、今は三振を抱いて歌う、そばらま歌うというのが主流ですけど、本来は歌の大会なんで、三線は別の人がいても構わないということで、ゆきさんがあるべき姿を示したかもしれませんね。そうですね、歌の大会っていうのは分かってたんで、手怪我してすぐどうするって言われたけど、いや出ますって言って三線弾けないんですけどね、別に三線は必須ではないので、出ましたよ。すごいですね。で、そのゆきさんが歌ったトバラーマーを、はい、別の人が歌ったやつを少し聞いてみましょうかね。この歌詞がね、いろいろあって歌詞を言った方がいいですか？で、このそのまんまっていうのはちょっと探せなかったんですけど、月がね、13夜の8月、旧暦8月13日に毎年行われる素晴らしい大会なんですけど、この満月より少しね、まだ満月になる前の13夜の月がすごく美しいってことで、その月を歌った歌なんかも多いんですけど、私が歌わせてもらったのは、月がすごく綺麗に、ものすごく綺麗に輝いている今が潮時だ、その私のこの胸の内を
こう打ち明けるのは今だっていうようなはい、で、愛しい人よっていう歌詞ですね、はい、を歌いました。それ聞きましょうか。でそのままではないんですけど、ちょっとカデカル臨床さん の、うんうん、あのちょっと似た部分が多い歌詞のがありました、はい、本来ね、トバラマは歌う人によって歌詞がそれぞれ違う、はいはい、というのが本来らしいんですけどね、はい、じゃあカデカル臨床さんでトバラマです。沖縄手帳発行人の時間をお送りしております。お相手は、はい、手帳発行人の前城です。では後半です。イタリア人学者の見た琉球書文。はい、ちょっと変わったテーマなんですけど、ティネンド・マルコさんというイタリア人の学者が書いた世界史から見た琉球書文という本があるんですよ、はい、結構興味深いです。面白いですね、うん、これから、彼たちヨーロッパの人たちがどういうふうに琉球書文を見ていたかということについて触れていこうかなと思うんですけど、うん、前半の最後の方で、東京にいた琉球国の高官たちがね、相次いで西洋諸国を訪問して琉球の実情を訴えたわけですね、うん、小国琉球が今潰されようとしていると、うん、お宅の国とは外交関係もあるんだからぜひ助けてくれとかね、自分たちの存続も考えていただきたいというふうに話をしたわけですね、うん、でこれを明治政府は怒って、琉球の役人たちを東京から追放したわけなんです、うん、じゃあその琉球側の陳情を受けた欧米諸国はどう考えたのかということなんですけど、これですね、まあ結論から言うとですね、
それぞれは母国に対しては琉球国が言うことは筋が通ってるし話もよくわかると。だけど今の時点で琉球国を助けても何のメリットもないだろうと。むしろ今後のことを考えると近代化を進めている日本と手を握った方が得策だろうというのが大部分の意見だったみたいですね。まあ、大変残念ではあるんですけどね。そして長いものに巻かれるということです、はい、結局欧米諸国としてはそんなにメリットがないんで、どちらがプラスかというそろばんで考えたんでしょうね。でそのときに明治政府は米国、フランス、オランダの3カ国をとても気にしているわけです。琉球が条約を結んでいるんで、条約を結んだ国として、なんで琉球を勝手に潰すのかとか国際法に違反しているんじゃないかという声が出るのを最も心配していて、そのため、副島外務大臣は事前に根回ししているんですね。申告には漏れないようにですね、それぞれの国を訪問して説明をしているわけです。そして皆さんの国との結んだ条約はそれ明治政府が責任を持って履行しますということで約束するわけです。で2つ目に今回のやり方は琉球国王自体も了解しています。琉球国の 賛同を得ている処分ですということを言って歩くわけです。これは、ね、それは嘘です。嘘です。はい、嘘です。で欧米諸国も嘘だっていうのは分かるわけですよ。琉球人が来るわけですから。はいはいはい、でもその建前に乗っかろうとするわけですね。あで、アメリカ大使などは琉球国自体がこれに同意しているのであればこれはもう我々が何も言うことはないでしょうという形になっていくわけですね。あで仮に新国がこれに気がついてクレームを言ったにしても琉球国がそう決めたのであればこれは、日本の主になるでしょうというような見方をしておるわけです。でフランスの講師のシェフロワさんという人が面白いことを書いてるんですけどね、琉球人を支えることはフランスに何もメリットはないと。で私は琉球人が訪ねてきても会わないようにしてると逃げ回っているわけですね。でその、シェフロワ氏は友人である中心フランス講師への手紙がありましてですね、それねこう書いてあるんですね。琉球の人々は興味深く彼らの主張は正しいと。日本が厚かましく彼らを併合し世界中に中国がそれを認めたことを信じさせていると。かなり厳しい批判をやってるわけですよ。でも国としてはどちらと、提携した方がプラスかということを見てるわけです。でアメリカ公使のパークスは明治政府を批判して琉球は日清両属だという意見を出しておるわけです。でここでですね、この元に戻って日清って日本と清とってことですか。そうですね、はいはいはい。このマルコさんというイタリア人の学者がね沖縄琉球史を研究していると。で琉球処分とかその時代を研究しているということで彼がなぜそれをやってるのかと書いてあるんですよ。うんうん、見ると確かになぜ、はい、琉球史の近代史を研究するようになって何百回もなんで沖縄を研究するのかと聞かれたと嫌に言われてで私はそのたびに沖縄の歴史を知らないと日本の歴史も完全には理解はできないと。特に、徳川時代の鎖国の問題だとか、あるいは明治に向けての開国の問題だとか、あるいは後の日本政府の海外、まあ、植民地侵略の問題とかを考えるときに琉球の存在というのは非常に大きなポイントであると。それを勉強するのは非常に大事だと。私はそれを見て今はこの沖縄の基地問題から世界のことを考えることができたと。で沖縄から琉球史を勉強してイタリアの近現代史も見直すことができたということまで書いてるわけですね。で彼の説明の中で非常に面白い文章が出てくるんですよ。これは明治政府高官の井上小橋という、まあ、法制局長官とか文部大臣を歴任した井上卿なんですけど、彼のが琉球に関する報告を挙げてるわけですね。その中で
我々は領属っていう言葉を使ってきましたけど、今度は藩主の国っていうのです。半分の主ですね、うん、主権が 100% 持ってないけど半分持ってますという国ですね、うん、この話が出てきて、その井上卿が清国が領属論ではなく藩主の国と主張してきたら、これは日本としては容易なことではないと、この藩主の国っていうのは欧州ではたくさんあるんだと、小国がたくさんあって、それが列強の中で独立することはできないけど、大国の保護を受けて、かつその大国に併合されることを他の大国が認めないというようなバランスの中で存続していると。だから支那人がもし 外国と貢ぎして、欧州と欧州の藩主の国と中国と日本、あるいは外国も含めてですね、それぞれが権利を持ってるんだということで、完全独立ではないけど完全従属でもないということを引き合いに出すと、我々は反論が難しくなるなと。で、藩主の国としてイタリアのサンマルノとかマルタ共和国とかモナコとかリヒテンシュタインとかルクセンブルク、アンゴラとかヨーロッパにはたくさんあるんだというのを書いてるわけですね。で、これ実はこれと同じことを中国の高官も言ってきてるわけですね。ある中国の高官は、琉球がどこに属するかということで議論をするんじゃなくて、日本とか中国がお互いに総主権を放棄して、欧州とも含めてですね、ここを、まあ、いわば今の言葉で言えば永世中立みたいな形にした方がいいんじゃないかという意見もあったようです。これはもう少数意見で取らなかったわけなんですけど、こういうような見方があるんだなというのは理解をしていただきたいと思いますし、また幕末の交渉の中で琉球側の役員も、領属というのは別におかしなことではないと、ヨーロッパには例があるんだと言ってるですね。それはここら辺あたりを言ってるんじゃないかと言ってるんですね。で、今藩主の国といいますか、そういう小さい国々がバランスを保って、むしろ摩擦の干渉地帯となっているわけですね。で、ヨーロッパあたりでは EU の施設を置いたりして、争いの場所じゃなくて平和の場所になりつつあるわけですね。アジアももっとこう熟成していけばですね、そういうような発想も転換することができるんじゃないかなと思うんです。これイタリアにはそういう藩主の国っていうか、藩主のところ部分があるんですか？ありますね、うん、イタリアにもフランスにもスペインにもあるんですね、うん、で、このマルコさんというイタリア人学者は、琉球を研究することによって、イタリアにある小国サンマリノ、うん、まあ、観光地でも有名ですね、うん、人口は3万ぐらいなんですけど、そこの歴史に初めて気がつくことができたというふうに書いてるわけですね、うん。だからその時に琉球の位置をめぐって国際会議がもし開催されると、そうなれば琉球国の将来は大きく変わっていったかもしれないということなんですよね。だから我々は今日本という国が広がっていく中で、そこに吸収されていく過程の琉球処分というのを見てるわけです。で、その時に琉球側から見ると、全くなんていうか、理屈の取らない理屈で強引に押し付けて、かつ、まあ、騙したわけですね、うん、これはとてもいけないことなんですね、うん、で、そういうことをやったんで、いつまでもこの琉球処分の問題が大きくわけですね。あ、沖縄の人にとってはこれは怨念の話になっていくわけですね、はいはい、で、中国側はこれは国際法違反であるということで、うん、琉球処分は無効であるということの議論がいつまでも出てくるわけです、うんうん。で、沖縄側はそういうのがあるんで、第二第三の琉球処分があった、これがあったということが言うわけですね。で、もう日本がもし熟成した国になっていくのであれば、なんか異なった文明とか異なった、国家観を持っている地域も含めてですね、まあ、連邦制みたいなものができるような国になっていくのが、我々としては一番日本にとってもいいんじゃないかなと思うんですね。日本は沖縄に中国の作法を真似て琉球藩を置いたわけですけど、その当時の中国と違うのは、中国は名目的な存在であったわけですね。日本は軍事力であったわけですね。そして日本の浸透を押し付けてきたわけですね。
で琉球の宗教を禁止しようとしたわけですね。で、また税金も大変な収奪をしていった。これはちょうどね、第二次世界大戦の時に琉球、日本軍があちこちに進出する時に、台湾に台湾神社を作る、朝鮮に朝鮮神社を作るとかね、南方にも神社を作って日本の国家神道を押し付けていったわけですね。これでは大帝国は作れないんですよ。それぞれの国の文化を包容しながらやっていくから、かつてのような中国の中華帝国も生まれたんですよね。今は今の中国と違うかもしれませんけど、基本的なところの価値観を統一をして、それぞれの文化とかそれぞれの違いを認めていくということをやらなければ異文化を吸収する、統合することはできないんだろうと私は思っております。ちょっと恥ずかしくなってきました。本当に汚いですね。でもその時にね、全く我々も思いもよらないことがあるんですね。この琉球処分の最中にハワイ国王のカラカウア国王が日本に訪れてるわけです、はい、で日本の皇室に婚姻結婚を申し付けるんだという話がありますけどね、その時に中国側とも話し合ってですね、琉球問題についてあんたどう思うかみたいな議論をやってるわけです、はい、だからハワイ王国としてもとっても興味を持って見ていたわけです、ね、でベトナム王国がフランスに占領されて、その後の独立運動というのを起きるんですけど、ファン・ボイ・チャンという王様の秩序を敷く人がベトナム革命の独立の中心人物になってくるわけですね。でその人は実は日本軍に保護されるんですよ。で東京に来て日本の大東亜共栄圏に協力するように言われるんです。ところが日本がドイツがフランスを占領してフランスにナチスの傀儡政権ができると、この人はすぐ東京から追放されるんです。役に立たないということで、でその人がなんとね、ベトナム亡国史っていう本を書いてるんですけど、それと同時に琉球血類新書っていう本も出してるんですよ。琉球という小国がこのようにして潰されていったということを書いて、そうならないようにしなきゃいけないという警告の書物を書いたらしい。ところがこの琉球血類、血と涙の本という意味ですね、はい、その本は今残ってないらしいんです。このファン・ボン・チの著者の中で引用はいくつか出てくるんですけど、本自体が残ってないということなんですけど、いかに東南アジアの国とか欧米も含めてですね、当時はアジアからも琉球処分についていろんな関心があって、いろんな意見が出されたということをもう一度思い起こす必要があるんじゃないかなと思いますということですね。カープボーイさんが、沖縄はお金が欲しいからごねているだけだって思っている人たちが結構たくさんいるから困りもんですよね。これは困りもんですよ。ああいうの聞いてると本当に腹が立つってきてます、はい、横浜のね、当時のフランス語の新聞があってですね、はい、クーリエ・ジャポンっていう新聞があるんです。それが琉球処分についてですね、明治政府の対応はやむを得ないっていうような見方をしてるんですよ、うん、でも続けているのは、しかしながら琉球を恥ずかしめて屈服させた行動は正当な行為とは認められないと、明治政府は琉球人たちの名も、頑固だということを責めるよりも琉球の人たちの意見を聞いてですね、その意見を取り入れるとか理解するという政策をやる必要があるんじゃないかとか、そのような政策を取ったら将来ははるかにいいものができるんじゃないかなというふうに話をしておるんですよ。確かにそっちの方に行かないんですかね、はい、これはね、日本人の固定概念とか、日本という国が広がっていく中で琉球を包含したから正当な行為だというような見方がやっぱり根強いんですよね、でもそうじゃない見方もあるんだよと、ただヨーロッパにもあるし、アジアの各国もそういうような見方をしていたんだよという見方が我々はとても斬新に感じるものがあるんですね。でもこれ勉強不足で全然知らなかったです。今日ありがとうございました。いやいや、なかなかね、面白い話です。はい、じゃあ今日時間になりました。ありがとうございました。はい、沖縄手帳発行人の時間をお送りしました。
この番組はサン印刷の提供でお送りしました。トアンセまた EJ ウガナビラ、はい、はい、来週はね新しい手帳持ってきます。はい。納得いけるところを探していくっていうのは鼻からやらないし。